このひと手間が可愛くなるポイントです。イルスタイリストのぶなさわいくみです。今日は金品を使ったアレンジを何個かご紹介したいと思います。こちらですね、金品。今300円ショップとかいろんなところで買えると思うんですけど、こういった金品を使ったアレンジをやっていきたいと思います。まず最初にもう毛束を取っていろんなところで巻いていきます。もうミックス巻きで巻いていきます。今回使っていくのは 32mm のコテを使っていきます。このように巻いていったら、いつも使っているお好みのオイルをつけてあげてください。結構パサつきやすい人、私とか特にそうなんですが、癖っ気でこういうブリーチを何回もされている方とかは、結構多めに特に毛先からつけてあげて、この中の方もしっかりつけてあげるとツヤが出て綺麗な巻き髪に見えるので、普段巻く時とかもオイルのつけ方としては、こう中と毛先をしっかりつけてあげて、この余った残りを上に少しなじませてあげるのがポイントです。巻き終わりました。で、1個目のスタイルが先ほど言った金品を使っていきます。金品なんですが、留める位置、まず最初にここをジグザグに、このように根元をカチャッとジグザグに取ります。そしたらここの前髪の部分を、これは後ろに斜め後ろにねじってあげて、ねじったら、ねじった先で金ピンを留めます。で、ここでバッテンになるように留めてあげます。反対側も斜め後ろに留めてあげて、金ピンでこちらも留めてあげます。そしたらここピンで留めた場所をしっかりと押さえてあげながら、爪で引っ張るようにして少し引き出してあげます。わかりますか？右と左が違います。反対側もやってきます。もう前髪を慎重に、前髪が短い方だとちょっと慎重に慎重に引っ張ってあげるといいかもしれないです。そしたらここがトップにボリュームが出たら、ちょっと顔周りが、ここがペタッとしてるのが気になるので巻き足します。さっきの 32mm のコテでここがペタッとしてるのが気になるので、毛束を取って外側に、ここにボリュームが来るように巻いてあげます。右と左分かりますか？ここがボリュームが、こっちがボリュームがある方で、こっちがボリュームがない方です。印象が多分結構変わるかなって思うんですけど、も外側に巻いてあげます。ここにボリュームが出ました。もう一個ポイントがあります。これだけだとオールバックで顔が、私特にここからこの頭のところがすごく四角いので、丸顔さんとかこの顔全部を見せるのがちょっと恥ずかしい方とか、もうここの、ここですね、ここの毛を少し出してあげます。ここの毛がね、長い人とかは美容室とかで産毛カットとかしてもらうとすごい役に立つので、よかったら
そういうカットもあるっていうのを知っていただけると。で、この出した産毛もちょっとおでこに当たらないように下側に巻いてあげます。このひと手間が可愛くなるポイントです。これがあるのとこれがないのだとバランスがよく見えます。1個目のアレンジがこれです。次のアレンジをやっていきたいと思います。さっきはどっちかっていうと可愛い感じのアレンジだったんですが、今度はかっこいい感じのアレンジです。さっきはここをジグザグに取ったんですが、今度はここをまっすぐ、自分の鼻からまっすぐまっすぐまっすぐ、ここを真ん中で分け取ってください。今はまっすぐピタッと分け目を取ります。したらこう手ぐしでちょっとしっかりと耳にかけてあげます。撫でつけるようにしてあげて、今度はキンキンでここのあたりですね、耳の上あたりを止めてあげます。止め方はいろんな止め方で、私は今回は例えばこのまま3本まっすぐ止めてあげたりとか、こっち側反対側ですね、反対側は先ほどと同様に斜めに斜めにバッテンと、もう一本上に付け足してあります。これだけでさっきと雰囲気が違った感じで、どっちかっていうとかっこいい感じのアレンジが出来上がります。先ほどは前髪のアレンジだったんですが、今度は後ろをやっていきます。まず最初にこの耳後ろで前髪とざっくりざっくり取ってあげます。そしたら片方の髪の毛を後ろにねじっていきます。ねじったら毛先を持ってあげて爪で慎重かつ大胆に、で先ほどから使ってる金粉でこの先を止めて、反対も同じようにくるくるくるとねじって、また爪で引っ張るように、特に毛先の方はしっかりと引っ張ってあげます。ポイントとしてはこっちだけじゃなくて下、上、このねじったやつが丸くなるようにいろんな方向から引っ張ってあげるのがポイントです。でまたピンスでねじった先を止めてあげると、こんな感じです。